Z-45 は第二次世界大戦末期にスペインで開発された短期間銃である。Z-45 の原型となったのはナチスドイツが1940年に採用した MP40 短期間銃である。基本的な構成は MP40 と同様であったが独自の改良も加えられている。標準的なモデルは MP40 と同型の金属製折りたたみ重傷。 および30発箱型弾装を備えていたが、MP41 に類似した木製固定重傷と10発箱型弾装を備える警察用モデルも用意されていた。標準的な QX23mm ラルゴ弾仕様の他、QX19mm パラベラム弾、38スーパー弾、45ACP 弾などの仕様もあった。エスタラ・ボニファシオ・エチェベリアでは、 スペイン内戦頃からいくつかの短期間銃を発表していたが、いずれも評価が低く、公的機関での本格的な採用には至っていなかった。1942年、スターではすべての短期間銃の生産を打ち切り、新型短期間銃の開発計画を開始した。この計画にはドイツ人技術者も関わっていたという。1944年には新型短期間銃が完成し、 1945年には、Z-45 として、クアルディアシビルで採用された。その後、1946年には、警察と空軍。1947年には、陸軍での採用が決定した。Z-55 という伸縮式住所を備える、軽量化モデルも設計されたが、ごく少数の生産に止まった。1962年には、 新設計の Z-62 短期間銃が採用され、以後、Z-45 シリーズは第一線を退いていった。同社が生産した短期間銃のうち、初めて公的機関によって採用された製品でもあり、スペインの軍及び警察に採用されたほか、主にラテンアメリカ諸国の軍及び警察に広く採用されたという。チリ、キューバ、 サウジアラビアなどへ輸出されたことが知られるほか、アンゴラ、エジプト、モーリタニア、ペルー、ポルトガル、ウルグアイ、ジンバブエでも採用されていた。ありがとうございます。